どうも、小走りです。今日はですね、なんかね、機材がいろいろすごいことになってると思うんですけど、なんとね、うちギターを買ったんですよ。どっちに話しかけたらいいんだろう。こっちにマイクがあって、こっちにもマイクあるんですけど、なんかね、音質が違くて、でもなんかノイズがすごい聞こえるんですよね。ホワイトノイズっていうか、どうしたらいいんだろう。で、そう、ギターを買いました。一回、イヤホン、じゃん。このちょっとね、小さめのアコギを購入しました。結構前に買ったんですよ。今年の夏頃買ってたんですよ。動画の背景とかにチラッと映ったりして、それ気づいてくれる方も結構いたんですけど、なんで動画に全然しなかったかっていうと、全然弾けなかったの。とりあえず弾いてみるとかあるじゃないですか。そのとりあえずまでも分からなくて、でもね、最近ちょっと教えてもらったんですよ、お兄ちゃんに。だからちょっと弾けるようになったので、やっと動画で紹介させていただきます。なんか弾けるようになったって言っても分からない。でね、なんか最近曲を練習してて、とりあえずこのカポとピックとチューナー、チューニングのやつ、なんかこういうの外せないタイプなんだよね。わかる？多分ね、わかる人いる。これ。わぁ、緊張する。緊張するなぁ。なんかね、本当に弾けないんですよ。ちょっとね、期待しないでほしい。チューニングとかもまだよくわかってなくて、って感じなんですよね。なんかね、これ沢さんのタバコの初心者向けコードってやつが、U フレットっていうのかな、にあるから、これをね、見てやってます。大してやっぱ弾けないやつがさ、人に披露することってなかなかないじゃないですか。チューニングもわからないし、なんかね、置き方もわからない。あと見えないね。ダメか。あ、カメラを下げればいい。いろいろ映ってしまうけど。大体合ってた。でね、タバコはね、カポさんなんですって。なんかカポっていうやつがあって、これ、これをここに合ってるかな、はめるといいんですって。緊張する。本当は緊張する。練習します。押さえてるところほぼ見えないっていう。なんかね、いろんな押さえ方をね、お兄ちゃんが やりやすくしてくれたんですよ。昨日の夜から君がいなくなって、20よ時間が経ったか。できた。すごいテカってしちゃって、緊張で。僕はまだいい。このキーだったっけ。出ていいな、いい、すごい汗かいてきた。この嫌いな僕を気遣って選んだで吸ってたっけな。タバコはやめて、さらに知ってますか、アジアンカンフージェネレーションの思い違いはってやつ。だからそれをね、練習していきます。合ってるかな、これね。
ギターの練習をしてますという動画でした。なんかね、本当にまだ全然弾けないんですよ。多分見てもらって分かる通り。だからおすすめの初心者用の曲だったり、このコードはこういう簡単な押さえ方あるよとかね、あったらぜひ教えてほしいです。コメントじゃ難しいかもしれないんですけど、なんかね、弾けるようになりたいんですよ。頑張ります。上達したらね、頑張っていきます。なんか歌も下手下手なのでね、練習してなんかいつか何かしら歌えたらなと思います。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。